定年延長の問題ありきみたいなんですね。そういう形で物事が出てくること自体について今までにない動きとして、大変危惧をしていると。検察官として、まあ、一番大事なのはですね、検察官の自主独立といいますか、まあ、そういったことなんですが、これ定年の問題についてですね、例えばある検察官には延長を認めて、他は希望しても認めない、あるいは全般的にそういう希望が出ないとか、そういうようなことによってですね、私の危惧の一つは、そういったところにその政権の内部でですね、検察に対する一つのアクションを取って影響を与えるという余地が生じるんじゃないかと。議論のテーマにすること自体が、まあ、一つの問題にはなりますね。だからそれをその十分に議論しないで進めていってしまうとどうなるのかというところの、まあ、危惧といいますか、危険というかですね、そういったものはテーマがテーマだけに、危ないものを含んでいると。特定の検察官の延長の問題、定年延長の問題とか、特定のポストの定年延長の問題ありきみたいなんですね。そういう形で物事が出てくること自体について、私は今までにない動きとして、大変危惧をしているということですね。